メガル。え、どこ？じゃあこれでお祝いしていこうじゃないか、コロさんのことを。よし、行くぞ。あ、すごい、あ、すごい、コロさん、誕生日おめでとうだよ。 3D の配信が当日ちょっとできなくて、コロさんはすごく大変そうだったけど、無事にこの後の9時から配信ができたから、僕もすごく嬉しいよ。よかったよ、よかったよかったよ。Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday コロさん。本当の誕生日は10月1日、今は11月22日だけど、心の中は10月1日のままだよ。コロさんハッピーバースデー、コロさんおめでとう、コロさんの誕生日は10月1日、コロさんの誕生日は10月1日、心はそのままで待ってたよ。おう、よっしゃー、いいんじゃない。しーコロさんは K だけど C。 よっしゃ、いいねいいね。大事なことなので3回言いました。そんなに言ってた？10月1日しか言ってないやんけ。なんだって、もうそんな、待って、もう一回やらせて。もう一回やったらちゃんとお祝いの歌歌えると思うから。もう10月1日のこと言わない。コロさんのおめ、お誕生日おめでとう、コロさんのことをお祝いするために僕は今日はトランペットを持ち出してお祝いするよ。コロさんは10月に生まれたみたいだよ。10月は寒すぎず暑すぎずのいい感じの気温だよ。きっと赤ちゃんの時のコロさんもその気候に涼んでいただろう。ちょっと暑い時はちょっと窓開けたら涼しい風が送り込まれてたよ。だって夏は暑かったけれど10月の気候はちょうどいい、9月はちょっと暑い日も多い、でも10月になればきっと涼しい。よ、どうよ、10月1日の話しなかったよ、次が。ねえ、頑張ってお祝いしてるんだよ。暑いの嫌いな人の歌やん。気温の話ばっかやん。1日抜いただけ。なんでそんなひどいこと言うの。一生懸命お祝いしてるのに。なんでよ。何がいけなかったんだ。気持ちはこもってたけど歌詞はね。コロさんじゃなくて10月をお祝いしてる。なるほど、もっとコロさんにこう視点を合わせることが大事なのかな。じゃあコロさんはやっぱ犬だしパン屋さん。コロさんお誕生日おめでとう、コロさんはきっと可愛い子犬だったんだろうね。いや、見なくてもわかるよ、きっと今より小さかったんだろうね。犬犬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 犬
キコロさんは10月で涼しいとか言ったけれど、コロさんには毛がある、コロさんには毛がある、コロさんには毛があるから、涼しいとか暑いとかあんまり関係ない、あんまり関係ない。でも夏はね、犬もハハしてるから、暑いんだ暑いんだ、きっと暑いんだ、だから10月の方がいいに決まってんだろうが、いいに決まってんだろうが、10月のことをバカにしてるやつは俺がぶっ倒す。よし、だいぶコロさんに焦点を、ずっと C やないか。これは無事祝えたんじゃないかな。だいぶ犬と毛と10月の歌だった。もうそれは犬と毛と10月の歌は、それはもうさ、コロさんの歌なんよ。でしょ？誰の何を祝ってるんだ。コロさんの誕生日を祝ってんね。ハッピーバースデートゥーユーと。コロさんには伝わってると思いますよ。確かに。コロさんだったら、おかゆ、おかゆがトランペットでコーネのことお祝いしてくれたの、嬉しい嬉しいって絶対喜んでくれてるから、間違いなく。あ、トロンボーンでね、かなりいいと思いますけど。これそれはさすがにちょろすぎる。届いてるよ絶対。絶対にコロさんはおかゆに甘いからね。甘いとか甘くないとか関係なしに絶対ね、喜んでくれると思うよ。素晴らしいクオリティでしたみたいなね感じで。待って、なんか無意識にまたハッピーバースデートゥーユーを選択してしまった。ちょっと待って。いや、もうこんなにやってんだから歌詞がもうない。浮かばねえ、もうさすがに浮かばねえ。何回やったって同じ。コロさんお誕生日おめでとうだよ、この音域だとちょっとカツオっぽくなってくるよ、姉さん。おめでとう、低い音域は歌わせないでくれ。飽きた。これは姉さんのことをね、お祝いする歌だよ。お祝いだ、お祝いだ、お祝いするのだ姉さんを。もう疲れた。もうゴールしていいよね。カツオパート。もうちょ、そろそろ別の曲やらせて。もういいやろと。